初代、ダイハツデルタデルタは、ダイハツ工業で販売されていた、小型商用車、およびワンボックス型小型乗用車、ミニバンの名称である。2トンから3.5トンクラスのトラックのほ七750キログラム積トラックの、デルタ750、ライトバンよびワンボックスワゴンのデルタワイドがある。百六十七年十一月九日に、トヨタ自動車と業務提携を締結し、 日野自動車と共にトヨタグループの一員となったダイハツ工業はグループ親会社のトヨタ自動車との OEM 供給の相互関係が強まることとなる。歴代のトヨタのライトエースとタウンエースはトヨタとダイハツの共同開発でダイハツ京都工場で委託生産されていた。初代二代目二代目デルタ三代目三代目デルタ三代目。 デルタバス3代目ルート版1995年に4代目にフルモデルチェンジした後も排出ガス規制の緩いアジア南米等への輸出専用として3代目の生産が続けられていた。4代目4代目デルタ5代目5代目デルタ初代2代目初代デルタアイドワゴン2代目 4W リ車だけは発売がタウンエースよりも9年遅れた。 車両取扱説明書も二輪駆動を基本としてものになっており、四輪駆動の項目は取って付けたような構成となっている。三代目デルタ版。ありがとうございます。